こんにちは、バードマンです。エネゴリが消えました。鏡越しにもいなくなりました。はい、というわけで、ね、リハーサルスタジオで、はい使うアンプが、これしかなかった時、ね、どうしたらいいかということでですね、ギターリグをご紹介しております。はい。はい最後、はい、僕の一番の、はい、もう難敵ですね。僕の一番の一番難しいアンプ、ロックだけやるんだったらマーシャルでもいいんですけど ね、 大好きであり一番扱いにくい、アンプでございますけども、はい、マーシャルはですね、やはりこのロックやったりファンクやったりするときはいいですね。カッティングとかやればもう最高です、本当に。もうこういう音聞いたことあるよね。ああ、そうですね。もう、JB とか、あそこら辺のやつとかではもう絶対聞いたことある。はい、ファンクといえばこのような音色って言っても過言じゃないかもしれないっていうぐらいの、音がしますけれども、はい、やはりその、なんていうの？存在感のあるクリーントーン。ね。ってなると、なかなか難しい。ね、そうですね。なんかこう、パチャパチャになっちゃう。ね。みたいな人もいれば、うん、マーシャルさえあればなんとかなる。これね、両極端のアンプですよね。で、このアンプをうまくこう使いこなそうではありませんか。うん、ね、まあブルースだとかタッチを大事にする人たち、うん、まあちょっとこのローがあるようでスカスカな感じ。そうですね、すごくなんかキャビは鳴っててローがうーんと言ってんだけど、ローだけ聞くとそんなに洋感がない。そう。もっと下があるけど、その、もうちょっと聞こえてほしいとこはないみたいな。うんうんうん、この音を、補正していこうというか、使いやすくしていこうじゃない、ありませんか。はい。そうしてしまうと、マーシャルじゃねえって言われたら、それまでなんですけど、ま、ちょっとマーシャルが苦手な人のためにね、今日はやりますからね。イコライザーを使って、やっていきたいかなと、思います。はい、でイコライザーを使ってやっていく場合には、まあ同じように山なりなんですけども、はい、同じように。あ、取っていいよ、うん。同じように山なりなんですけど、肺側を少し落としてください。肺側を少し落としてやっていただければ、非常に、クリーミーな。全然マシな、ね、フェンダーのアンプぐらいな感じにはなると思います。はい、この一つの解決、これはもう僕流ですよ、あくまでもね、CBU1 を使うと、はい、クリアトーン CBU1 もう最近は、はい、手に入れやすくなりましたからね、結構中古でも普通の値段で出始めましたんで、元の音がこれですね。音なんですけども、セッティングとしてはですね、これは原因をすごく上げて、はい、原因が上がるとコンプがちょっとかかるので、全ての帯域が綺麗に出始めます、はい、で原因といってもそんなに歪むわけじゃないので、はい、原因を上げ、ボリュームはセンターにし、トーンを切り目にします。いきますよ。普通のね普通の音がしませんか。こう聞き分けるってちょっと面白いですね。うわ、面白いね。やっぱそのジャズ子とかフェンダーって言われてももしかしたら分かんないかもしれないぐらいのいい音に早変わりです。どうしてもこのマーシャルの癖、要は EQ の癖、低音の方があるけど、ちょっとなくなって、ミッドが立ち上がってみたいな、この EQ をですね、全体的にいい感じでプッシュしてくれるので、揃うんですよね、そこそこ。はいはい。そうそうそう。
CBU-1 ってね、非常に優秀。しかもこういう形をね、押してみてもほら、クリックノイズが。ああ、そうですね。言わないしね、すごい便利なんですけども。はい。それで、まあもう一つ、やっておきましょう。マーシャルを、まあ歪みチャンネルを使う。とですね。ねえ、まあ別にこれだけ歪んでりゃ別に良くないみたいな音量ではあります。めちゃくちゃ歪んでる。まあこれ以上に必要なのかって言われたらちょっと疑問なところでもあるんですけども、うん、実はもうちょっとやりようがあって、ちょっと原因をちょっと落として。はい、というわけで、マーシャルを歪みチャンネルにしました。はい、で、これをバッキングだとしたいわけですよ。はい、それで、歪ませすぎ、もっと歪むんですけど、歪ませすぎないように、バッキングで使えるように、はい、まあちょっとクランチ系な歪みにしたくって、はい、ソロの時に盛り上げるためにグッと押し出したい。っていう時に、フェンダーの時にできなかった、ボリューム10というのが、マーシャルの場合はできます。はい。原因は減らしといて、はい、トーンもほとんど切っておいて、はい。ちょっとやってみましょう。はい。めっちゃいい音じゃ、めっちゃいい音じゃ、めっちゃいい音じゃない？ブーストですよね。本当の、本来のブースト。昔、ジェフ・ベックがやった、OD-1 でやったブーストっていうのはこれですね。これですね。これがね、原因を上げてった音とはやっぱ違うのよ。わかる？ちょっとつんどくような音になるでしょ。細い音になるでしょ。このブーストアップがね、このクリーミーさがこっちに乗るから、こっちのちょっとドンシャリの音色とクリーミーな音色が合わさってちょうど良くなるのよ。芯もちゃんとこう残ってるような。そうそうそう。でもっと歪ませたかったらこっちの弦を上げる。こっちの弦を上げるんじゃなくてこっちの弦を上げる。そうするともっと、めっちゃいい音でしょ。マーシャルはそういうとこは素晴らしいよね。でも、クリーンを使うのには難しい。クリーンを使いたかったら、このね、CBU-1 を押しましょう。はい、というわけで、いかがだったでしょうか、ね。マーシャルの使い方もやってみました。僕流ですけどね。はい、皆さんもいろんなやり方あったら、ぜひ、ご紹介ください。というわけで、なんかまた、なんかこれが聞きたい、あれが聞きたいっていう、こういう時どうするのか、みたいなことがありましたら、ぜひね、コメント欄に、コメントいただけたらなと思います。そうですね。はい。はい、というわけで、はい、ギターリグの、はい、組み方。はい、ご紹介でした。はい、それでは動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。